17世紀の白兵戦。白兵戦は、刀剣などの近接戦闘用の武器を用いた戦闘を指す。現代では、これに合わせて、近距離銃撃戦、格闘戦も一体として認識され、距離によって CQB や CQC に分類される。白兵とは、刀や剣、槍、銃剣、ナイフなどの武器を総称した、白人で戦う兵士を意味する。 弓矢や投石機などの射撃武器、投敵武器を用いる当選の大義語であり、近代戦においては下記を用いた火戦の大義語となる。日本語の白兵、白人は明治初年に日本陸軍がフランス軍の不評争点を採用した時に、フランス語のアルメブランシュの翻訳から生まれたとされる。ユーラシア大陸各地では当選を戦闘の主体とする地域が多かったが、 中世ヨーロッパにおいては、白兵戦を重んじる文化が発達し、十字軍においても、白兵戦を行った様子が記録されている。競技形式の戦闘が発達してからは、専門の甲冑も発達した。小ゼリアや儀式的でない戦争、異教徒との戦闘においては、弓矢や投石機などが用いられた。 日露戦争での日本陸軍とロシア軍の白兵戦を描いたイラスト拳銃や手榴弾を用いての近距離戦闘も白兵戦に含める場合がある。また、ゲリラ戦においては火器や弾薬の不足、あるいは近代戦における白兵戦は銃撃の後の最終的な突撃や残亡内における戦闘の際に行われることが多い。不評の主力銃が ボルトアクション式の時代までは、装填間隔の長さから、至近距離で複数の敵と銃で渡り合えない限界を、銃剣や格闘などで補っていた。第一次世界大戦で、機関銃が代々的に使用され、見通しの良い場所は、火力で制圧されてしまうようになった。従来行われていた正面からの銃剣突撃や、騎兵突撃は困難になった。これにより、不評の白兵戦は、 着剣小銃で槍ぶすまを作ることから、残酷や室内などの出会い頭の戦闘を行うことへと変わった。第一次世界大戦では残酷戦となり、馬上まで届くような長い着剣小銃では取り回しが悪く、拳銃は扱いが難しかったため、変わってスコップ、ナイフでの切り合い差し合いとなり、果てはヘルメットや手製の棍棒で殴り合うことすら珍しくなかった。 また、トレンチナイフという専用の武器まで作られた。しかし、対戦末期には近接戦闘に特化した短期間銃が実用化され、近接戦闘においても銃火器が優位を大きくした。続く第二次世界大戦末期には突撃銃が実用化され、不評銃も近接戦闘能力を高めたため、白兵戦はごく限定的なものとなった。近年の対テロ作戦で、 近接戦闘の機会が再び増加したが、これも旧来の白兵戦ではなく、建物内の犯人を的確に射殺することがメインであり、これに適した小型の火器やサプレッサーの導入が進んでいる。格闘術の訓練を廃止した軍隊も存在するが、接近戦への対応を目的とした格闘術自体はなくなっていない。イギリス軍では第二次大戦中に格闘術、 フェアバーンシステムを訓練しており、フォークランド戦争とイラク戦争では、銃剣突撃を実施した。アメリカ陸軍での格闘術訓練は減少しているが、アメリカ海兵隊は、冷戦期にフィリピン武術、りに伝わる防術の技をもとにした、銃剣術を新たに制定し、現在でも陛下を問わず、銃剣術や格闘術の訓練を実施している。イスラエルでは、格闘術、 クラブマガは軍の特殊部隊や警察の対テロリスト部隊で訓練されている。軍の予算が不十分な場合、低予算でも訓練可能な白兵戦が訓練項目として注目される場合もあり、隊員の戦意公用にも役立つと言われる。本来の定義からは、外れるが現代戦では大砲、ミサイルなどによる距離を置いた砲撃戦と対比して、 近距離の銃撃戦を行う場合などにも、白兵戦という言葉が使われることがある。また、珍しい場合では、産後海海戦において大日本帝国海軍の航空母艦、昇格の搭載機が、米空母に着艦仕掛けるという事態が起きており、米空母側では、何の迷いもなく着艦コースに入る敵機にパニックになったらしく、副長が白兵戦用意の号令をかけている。無論 空母でこんな命令が出されたのは、これが史上唯一である。このようなことが起きた原因としては、パイロットの連動のほか、長時間に及ぶ飛行と戦闘による疲労、夕暮れ時で見えづらかったこと、昇格型航空母艦とヨークタウン級航空母艦の大きさがほぼ同じこと等が考えられる。中世低近世の日本では、不評として農艦機の農民を供用していたため、 武士に比べて、白兵戦の戦果を期待できず、当選が主体だったという説がある。しかし、実際には弓矢は鍛錬が必要な専門職であり、投石は限定的、鉄砲は効果であったため、正しいとは言い難い。当時は、ほとんどの兵は、白兵戦に備えて刀などの白兵武器を携帯していた。戊辰戦争後、明治になって市民平等の世になり、 徴平成によって、武士階級以外の人員で軍隊が構成されるようになると、この傾向が強まったとされる。西南戦争田原坂の戦いでは、白兵戦能力に秀出た西号軍に対抗できなかった政府が、警視隊の中から選抜した抜刀隊を臨時編成し、投入した。この活躍は、維新後廃れていた剣術の再評価につながった。日露戦争における、 旅順行為戦や法典改戦で白兵戦に苦戦した日本軍は明治初期にフランスやプロイ戦の争点を翻訳して作られた陸戦の綱領、不評争点を1909年に改定したこの争点の綱領では戦闘に当時の欧州先進各国の陸軍も敵軍殲滅のための法囲機械を形成するのに敵陣の突破が必要である以上 白兵突撃は必要不可欠であるとしていた。これは第一次世界大戦における砲の集中使用と機関銃の大量配備によって否定されたが、河川の後、最終的に白兵戦で敵陣を殲滅するという考え方は残った。日本もこの情勢から第一次大戦におけるドイツ帝国の浸透戦術を取り入れ、砲、機関銃による十分な攻撃の後の 白兵突撃戦術を発展させ、その後の満州事変、日中戦争において戦果を上げた。大正昭和初期にかけて、陸軍と山学校は、複数の剣術家の助言を得ながら、近代戦に適合する軍刀術を制定した。日本軍の銃剣術は優秀で、兵士の練度も高く、太平洋戦争初期の自動小銃が広まっていない。 段階では米兵に対して優位に立ったが、米軍が反抗に転じたガダルカナル島の戦い以降は、火力に優れるアメリカ軍に対して、白兵突撃は無力であった。補給の停滞で、重火器の欠乏した南方戦線においては、敵に対して正面から強引に切り込む夜間の白兵突撃しか抵抗手段がなく、部隊ごと壊滅するといった損害を被った。 1942年以降、米軍には M1 ガーランドやトンプソンサブマシンガン、赤軍には SVT-40 や PPSH-41、PPS-43 が普及したのに対し、日本軍の小銃はボルトアクション式の38式不標銃や99式短小銃が中心で、短期間銃は愚か半自動銃さえ普及していなかったことも、 戦の原因となった戦後、自衛隊では自衛隊格闘武器技術によって白兵戦への対応を行っている。64式小銃に装着する64式銃剣の全長が長いのは日本軍の30年式銃剣と当時陸上自衛隊で採用していた 7.62mm 小銃 M1 の M4 銃剣の波長の中間としたためで 現在の89式小銃の銃剣は標準的な長さとなっている。陸上自衛隊の一般幹部自衛官の礼装では国際儀礼上必要がある場合などに限って配当を認めている。異論もある。足軽や騎馬隊の子を参照鈴木新成2001謎解き日本合戦士講談社日露船役の実験場より得たる戦術。 高生堂編集部編構成、堂明39日路線の夜降る戦術上の、教訓、竹明雄著川流、道明44白兵主に、赤帯上著兵林館、名43。ありがとうございます。